やってて、今日は黒子選別の日です。これが選別前の黒子です。黒子率は何パーセントありますか？何パーセントあるでしょうね。何パーセントありますか？はい、40% くらいだそうです。こうやってチューブで拾います。このチューブで拾ったのがこの中に入ってきます。そうするとこの中に黒子がたまると、こういう仕組みになってますね。1時間で何匹拾えるかね。今日は？今日は、まあ、最初の3000から3500円で。こういうふうにして、1時間で約3000匹拾うという計算です。そうすると、4人で1時間すると、3、4、1万2000匹拾うと。そういう計算になりますね。そして、この中に、これは、B というオス、B というメスかける E というオスです。この E というオスはイギリスのミスター・ジョン・アンステッドさんの鯉を使わせてもらっています。こんな風にして黒子選別を日本ではやっています。今日のこれは人工産卵でやったものです。さて、この中にどのくらい黒子がいるでしょうか。今日は3袋ありますので、この3袋を3つの池に分けて放したいと思います。